帰ってくる、帰ってこない、帰ってくる、帰ってこない。帰ってきやしねえよ、あんな白状者。どっかで女こさえて。女？うちのダーリに限ってそんな。あ、帰ってくるになってやばいの。てっさ、きっと帰ってくると思ってたんよ、うち。ああ、俺も俺も。何言うてんの、帰らん言うとったくせに。いや、俺は今日あたり帰ってくると思ってたん。くーいてーな、もう。でも、なんだか嬉しいや。おかえり。ただいま。団地。はい。久々に新宿に戻ったんだ。ブチに行かねえか。っていうか俺、腹減ったんすよ。池袋のホルモン焼き屋に食いに行きましょうよ。いや、腹は減ってねえよ。渋谷の新中軍の横流しバーでうつと差し向かいで飲もうな。いや、じゃあ一人でぶってくる。て、てさ、待った。行かんといて、ダーリン。何言ってんだ、後でまた顔出すよ。よりによってこんな時に戻ってくるなんて。みんな元気かな。みんなが集まりそうな雀荘といえば、よし、的屋でぶつか。お、うちの店の前で小汚い色を手出すんじゃねえ、うせらおさん。あんた、ズクムラさんじゃねえか。て、鉄か。どうしたんだ、その格好。売人辞めたわけじゃねえんだろ。鉄、もう俺たちの時代は終わったんだとさ。え？これからはプロ雀士の時代なんだとよ。プロ雀士？は？若い堅気の連中ばかりで売人が一人もいねえ。新宿一の売人坊や鉄が懐かしき古巣新宿に帰ってきた。だが久しぶりの新宿で麻雀を打とうと窮地の賭場に足を運んだ鉄也は信じられない光景を目の当たりにする。新宿から売人が消え、賭場は素人ばかりの明るい市民の娯楽の場に変わり果てていたのだ。そんな状況に疑念を抱いた鉄也は新宿の変貌の裏で暗躍するある男たちの存在を嗅ぎつけるのであった。野上四天王。ここが賭場かよ。当店はチップ制ですので、ゲーム終了後両替所で換金していただくシステムです。もちろん違法行為ではありません。それに当店はレートも低いので。ようマスター、久しぶり。ずいぶん変わったな、この店も。坊や、悪いがおめえにはぶたせねえよ。なぜだい。おめえが売人だからだ。マスター、何言って。ここはな、ここはお前が知ってるかつての賭場じゃなくなったんだ。今の時代、麻雀はもはや博打じゃない、立派なビジネスになったんだよ。素人の勤め人を相手に麻雀を教える。その分こっちは授業料をもらう。麻雀の面白さを知ればみんな雀荘に通う。その分こっちは馬代をもらう。どうだ、れっきとした資本主義だろ。日本はアメリカに負けて、アメリカのように小綺麗な国になろうとしている。麻雀もそうさ。明るい市民の娯楽として麻雀は生まれ変わんなきゃいけねえんだ。そういうわけだから帰ってくれな、鉄。ああ、
おい、鉄。困るよ、鉄。帰ってくれよ。なあ、マスター。つまみ出しましょうか、そいつ。いや、今帰ってもらうところだから。どけよ、マスター。この手合いを甘くしてたら、突き上がるだけなんだよ。おう、鉄。水くせえぞ。帰ってんなら一声かけろよ。みんな。おい、おめえら、出入り禁止って言ってやんだろ。うせえな。こっちとら鉄さんが戻ってきたんだ。もうてめえらの言いなりになるかよ。払いを払えば俺たちだって立派な客だろうが。なんだと、てめえら。おい、何騒いでんだよ、おめえら。金貸しの神鉄、帰ってたのか。神さん。おい、マスター、この店はお前が任されてんだろ。どう責任取るつもりだ。それからお前たちもこんなことになったら叱られんだろ。つまみ出した方がいいんじゃねえのか。なるほど、そういうことか。アメリカ流に明るい市民の娯楽になるとか抜かしてやがるが、そいつは表向きの話。その実、鳥羽がこんな風になって大儲けすんのはてめえらなんだろ。どういうことすか。こいつら講座とか教室とか行って肩着相手にいい面下げて麻雀を教えてるが、あそこで行われてるのは体のいいカモ教育だ。カモに育てた投資郎を初めは安いレートで勝たせ味を締めさせる。そうすりゃ投資郎はほっといても高いレートに手を出すようになる。そして頃合いを見て徹底的に負けさせ、多額の借金を抱え込ませる。借金ができたやつは金を借りなきゃいけねえ。結局のところ潤うのは金貸しの汚名や賭場をこんな風に変えちまったやつだ。そこまでこのシステムが分かってんなら、今日のところは帰りなよ。ここにはてめえらのような賭場を食い散らかすだけの時代遅れの売人に居場所はねえんだからよ。時代遅れだと？この野郎、言わせておけば。そいつはどうかな。このシステムには借金を背負わせるために高いレートに手を出したカモを任す役、賭場金貸しとつるむ売人が必要だ。高いレートの宅に居座り、堅気のふりして勝ちまくってた。おめえのようにな。おお、鉄さん、あいつっすよ。新宿をこんな風に変えちまった売人は。しっしっし、こいつはてめえらのような旧時代の売人とは違う、うん、こいつはプロ雀士、膝神だ。この勝負はまさに新宿をかけた売人対プロ雀士の対決だ。さて、一曲手合わせ願いましょうか。鉄さん、気をつけてください。こいつ泣きもしないのにやたらテンパイが早い上、リーチがかかったら最後は来た。リーチです。こいつのリーチは必ず一発で上がるんすよ。必ず。まだ4巡目、ロンハイを絞りきれねえが、最悪現物を切りゃいいじゃねえか。それがいくら現物を切って流していっても、こいつ自分で積もっちまうんすよ。リーチ一発、積も単品ドライチ、アネマンです。こいつに怪しい動きは全く見えなかった。だがしかし、リーチです。だがしかし、こいつが平でぶっていて新宿の売人たちを相手に無敗でいるのは不可能。くそ、現物なんかありゃしねえ。父よ、当たれるもんなら当たってみやがれ。何かやってるはずだ。誰にも気づかれず、誰にも見られない何か。ロン、バイマンです。おい、場所替えをしねえか。鎌かけてきやがったな。神茶の防衛を引きに使って灰をやり取りしてるんなら、席順は変えられたくねえから場所替えは断るはず。
つまり断るようなら刻みの一発上がりは単なるコンビ技と読めるわけだ。だがこいつはいいですよ、変えましょう。私はボーイとの席順など関係なく一発上がりができるんです。こんなことをしてみたところで流れは変わらない。私の価値は揺るがない。キザガミとボーイは対面に割れたが全く動じていない。こいつ一体何をやってやがるんだ。